トゥルース・オア・コンシクエンシーズは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州南部に位置する都市。シエーラ軍の軍庁所在地である。人口は7289人。その珍しい氏名と交戦で知られ、リタイア層が多く住む保養都市となっている。ニューメキシコ州内では、TOAC という略称で呼ばれている。元の氏名は、ホットスプリングスといった。1950年。 ラジオの人気番組であったトゥルース・オア・コンシクエンシーズの司会者、ラルフ・エドワーズが、この放送の後に地名をトゥルース・オア・コンシクエンシーズに改名した街で番組の放送を行うと公言した。全米から立候補が集まり、その中からホットスプリングスが選ばれ、地名をトゥルース・オア・コンシクエンシーズと改めた。 番組は1978年に放送終了となったが、初代司会者であったエドワーズは1950年から50年間にわたり、毎年5月第1週にトゥルース・オア・コンシュクエンシーズを訪れ、市の祭りであるフィエスタに出席した。フィエスタでは、ビューティーコンテスト、パレード、ステージショーなどが取り行われる。トゥルース・オア・コンシュクエンシーズは、ニューメキシコ州南部、 北緯33度8分1秒成形107度15分10秒、北緯33.13361度成形107.25278度、33.13361-107.25278に位置している。アルバカーキの南約 240km、エルパソの北北西約 190km に位置する。標高は 1293m である。 アメリカが州国統計局によると、トゥルース・オア・コンシクエンシーズは総面積3 3 1 k ルである。そのうち3 2 8 k ルが陸地で0 3 k ルが水域である。総面積の0.86%が水域となっている。トゥルース・オア・コンシクエンシーズは1年を通じて乾燥している。下記に雷雲により月30から5 0トル程度の 降雨があるが、あとはほとんど雨の降らない日が続く。年間降水量は150から200ミリメートル程度である。また湿度が低いため、気温の比較差が大きい。夏の最高気温は、摂氏30度を超えるが、夕方になると摂氏20度前後まで下がって、涼しくなる。冬でも日中は、摂氏10度を超え、温暖である。夜には、氷点下になるが、 州とサンタフェなど州北部と比べると、冷え込みは厳しくなく、降雪も少ない。欠片の帰国分では BW に属する。市街地は、週間高速道路 I-25 から少し、外れており、2箇所のランプウェイを起点として、三日月状に広がっている。市内を、リオグランデ川が流れている。上流約6キロメートルにはエレファントビュッテコという、人造湖があり、 トゥルース・オア・コンシクエンシーズをはじめ近隣の飲料、水源、農業用水源となっている。元の氏名であるホットスプリングスが示すようにトゥルース・オア・コンシクエンシーズは光線で知られている。ゴルフハイキングズリなどレジャーの拠点としても人気が高い。またエレファントビュッテコの周囲は州立公園になっており、これもトゥルース・オア・コンシクエンシーズの名所の一つになっている。 このような環境に加え、1年を通じて温暖で、湿度が低く、過度に都市化や観光化が進んでおらず、住宅価格も比較的安いため、トゥルーソーア・コンシクエンシーズはリダヤ層が多く住む都市となっており、65歳以上の老人が市の人口の約3割を占める、ロッキー山無登録を南北に走る、 週刊高速道路 I-25 が、トゥルースオアコンシクエンシーズの北西部を通っている。北へはアルバカーキまで所要、約2時間10分、サンタフェまで所要約3時間10分である。南へは I-10 と合流するラスクルーセスまで所要約1時間10分、エルパソまで所要約1時間50分である。グレーハウンドと提携している。 TNM&O 社のバスがアルバカーキとエルパソを結んでおり、そのうちアルバカーキ方面、エルパソ方面ついた近く1便ずつが、トゥルースオアコンシクエンシーズに停車する。アムトラックの駅はなく、アルバカーキやエルパソの駅を利用することになる。また航空機の便もなく、アルバカーキ国際空港やエルパソ国際空港が、トゥルースオアコンシクエンシーズの玄関口となる。 以下は2000年の国勢調査における人口統計データである基礎データ人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計ありがとうございます。